今いるところがですね、ソウルキャリバー5のプロジェクトルームで、ここの全体が、ね、開発室となっています。今あのソウルキャリバーのチームが結成されて、約1年ぐらいになります。うちのソウルプロジェクトチーム、まあ、プロジェクトソウルの中では、次のソウルキャリバー5は新章を始めようということで、当の時代設定よりも十数年後の舞台を用意して、そこに新しいキャラクターたちを登場させて、古いキャラクターたちと、まあ、混ぜるようにしています。それなので、すごい、まあ、斬新だと思うので、新しい刺激はでかいと思いますね。最初が1999年にあのソウルブレイド、ソウルエッジが、作られて、でそれ以来この中のチームで働いている人たちがいます。ソウルキャリバーというのは4の時点で1回切れて、で5で新しくあの作り直したチームです。ですので今集まっているチームというチームメンバーはやはり総じてあのですね、志が非常に高い、まあ、さっき言った話じゃないですけど5、6、7、8、9ってどんどん続けていこうというふうにあの今回だけで終わらす気はないというところで、みんな意識の高いゲーム作りをしています。川野先生はいつもデザインしてもらってるうちの大エースです。デザインとあとイラストを描いてます。デザインとイラストうちの全てをやってるんで。ここはアニメーターですね。で、こっちもアニメーター。この辺全部アニメーターです。来ましたよ。と、うちのアニメーターのボス、みなみさんです。みなみです。よろしくお願いします。うちのアートディレクターの吉江さんです。吉江です。モデリングを担当している渡辺さんです。はい。どうですか、渡辺さん。まあ、ちょっとまだ途中なんであまりお見せしたくないんですけれど、ソウルキャリバー5でリードプログラマーをしている中谷です。主に、まあ、プログラムの取りまとめや描画処理、その他もろもろ雑用含めて大抵のプログラムのことはやっています。これ第2スタジオだと思うんですけど、あ、いますね。じゃあ中入ります。はい、まあそうですね、うちのシリーズをすごく支えてる、まあ音楽の部分ですごく支えてる、まあ一番有名かもしれないです中鶴さんです。はい、中鶴です。はじめまして。ソウルキャリバーというのはあのなんですかね、美しい、あのもしくは世界観、もしくは格闘、美しさを追う人が来てもいいと思います。ゲームとしての楽しさを追う人が来てもいいと思います。で格闘ゲームが好きだという人が来てもいいと思います。でこれを問題はどううまくまとめていくかの方が問題なので、来るメンバーに関して言えばどの方面に興味を持っていても私たちはもう言えるかと思います。